海民蜂起は、清代に何度か起こっているが、雲南省で発生した、パンゼーの乱陝西省、甘粛省を中心に発生した、ドンガン人の蜂起が、特に大規模なものであった。ここでは、について記す。中国のムスリムは長年にわたって、西アジアとのつながりを保ってきた。18世紀には、メッカやイエメンのナクシュバンディ教団で学んできた、指導者たちによって、二つの系統のスーフィズムが中国西北部にもたらされた。一つはマレー人に組織されたフフィーヤ教団、もう一つはバーキラ神に組織されたジャフリーヤ教団である。これらの教団はより伝統的なスンナ派と共存していた。フフィーヤは真の支配を容認したため、老教と呼ばれ、より過激なジャフリーヤは真教と呼ばれた。真の官僚の腐敗とイスラム教への弾圧に対して、ジャフリーヤの海族とサラール族は1781年と1783年に蜂起したが、すぐに鎮圧された。伊水の戦い1862年、太平天国と年軍が陝西省に入ると、漢人は防衛のため団練を組織した。その結果漢人を恐れた海民も武装することとなった。こうして対立が深まった結果、海民が太平天国に呼応して蜂起した。初期の指導者には、任武氏、赤明道、馬瀬彦、馬ぶりは、白彦とららがいた。同時期に、寧夏でも馬長元と馬下流の指導で海民が蜂起した。陝西省の海民軍は清朝が太平天国の対応に忙殺されている間に、伊水流域の陝西中部に勢力を伸ばした。蜂起軍は西安を包囲したが、1863年秋に金沙大神ドロンガに敗北した。太平天国の崩壊後、左宗棟が率いる将軍が陝西に入った。左宗棟は年軍を先に撃ってから海民軍を倒すという方針をとり、1866年に海民軍は甘粛省への撤退を余儀なくされた。左宗棟はまた綿や穀物などの農業を振興し、さらに他の地域からの財政援助を受けた。こうして補給を確保した左宗棟は1869年に劉松山を派遣して最も重要なジャフリーヤのリーダー馬下流への攻撃を開始し、甘粛省北部にある馬下流の拠点の金ツモルホを包囲した。16ヶ月の包囲の後、馬下流は降伏して処刑された。何千ものイスラム教徒が中国を逃れた。左宗棟の次の目標は、蘭州の西に位置し、甘粛省とチベットの通路であり、海民が多く居住している川州であった。川州は、馬、千号の海民軍によって守られていた。馬千号はジャフリーヤではなく、現実的なフフィーヤであった。そのため1872年に、左宗棟の誘いに応じて投降し、拠点を譲渡して新軍に編入された。そのため川州の海民は、左宗棟の海民分散移住政策を逃れて、共同体を保つことができた。川州の海民軍を加えた左宗棟は、河西回廊を西に進もうとしたが、左方の安全を確保するために、西寧の確保を優先した。西寧には、大きな海民の共同体があり、陝西省からの多くの難民を保護していた。3ヶ月の戦いの後、西寧は左軍の指揮官、劉金東の手に落ち、海民軍の指導者馬慶元は捕らえられ、数千人が殺害された。清軍は降伏勧告を繰り返したにもかかわらず、多くの海民が最後の甘粛省の拠点である粛州にこもって抵抗を続けた。左宗棟は補給を整えた上で、1873年から15000の兵で粛州を包囲した。10月に粛州は陥落し、指導者である馬文禄はじめ7000人が処刑された。生き残った者は甘粛省南部に移住させられた。蘭州から敦煌に至る河西回廊を海民の無人地帯とし、東トルキスタンとの連絡を断つ目的であった。白彦虎率いる海民軍は東トルキスタンのヤクブベクの元に逃れ、最後はロシアにまで逃れた。白彦虎に従った海民の子孫が現在のドンガン人である。この蜂起の結果、漢人と海民が両方も多く殺害された。戦乱の前に、甘粛省では 1945.9 万人、全盛省では1394万人がいたが、蜂起が終わった1880年では、それぞれ 495.5 万人と772万人だけが残した。つまり、甘粛省では、総数の 74.5% の 1455.5 万人、陝西省では、総数の 44.6% の622万人が死亡、逃亡した。また、甘粛省で出した死亡の件はほぼ漢人であった。戦乱の前に、陝西省では70から80万いたの海民が10年後にはおよそ9万まで減少したという。ありがとうございます。